カストリーズは西インド諸島にあるセントルシアの首都である。2006年の人口は12,904人。イギリスとフランスの間で所有権が7回も移り変わったため、第二言語はフランス語であり、ほとんどの地区でフランス語が通じる。2007年にクリケットのワールドカップが開かれた。また、ジャズフェスティバルが毎年5月に開かれるため、世界中のジャズファンが集まる。 1992年にノーベル文学賞を受賞した詩人、劇作家デレック・ウォルコットの出身地である。東カリブ諸国機構の事務局所在地でもある。この都市は1650年にフランスによって建設され、当時はカルナジュと呼ばれた。カストリーズと解消されたのは1756年のことで、フランスのシャルル・ジェーヌ・ガブリエル・ドラ。 黒はドカストリー原水にちなんだ。1651年に建設された当時の開拓地は、現在のフェリーターミナルから見て、港の向かい側にあるビジーという場所にあったが、1780年にハリケーンで甚大な被害を受け見捨てられた。1803年から1844年にかけては、イギリスが立派な軍港や市街を建設し、港を見下ろすモーンフォーチューンには砦を築いた。 1844年には4000人が暮らすようになった。イギリス海軍にとってこの地はカリブ海で唯一親切にしてくれる港だったため、19世紀末になると艦船に燃料の石炭を供給する重要な地になった。第二次世界大戦中、カストリーズにはドイツ軍の U ボートが到着し、連合国軍の艦船を2隻沈ませた。 カストリーズには1796年と1813年、そして1948年6月19日に大火災が起き、とりわけ1948年の火災は最も深刻な被害をもたらした。火災が起きる旅市街は復興した。カストリーズにはビジー空港とも親しみを込めて呼ばれるジョージ・エフ・ウル・チャールズ空港があるが長距離路線を利用する場合は、 ビューフォートのヘウノラ国際空港まで行かなくてはならない。とはいえ、カストリーズからビューフォートまでは、車で30分から1時間ほどの距離でそれほど大変ではない。ヘリコプターもこの2つの空港を結んでいて、時間のない人はそれを利用する。フェリーでは、マルティニークのフォールドフランスへの便が就航している。路線バスはカストリーズから島内の至るところを結んでいる。 この路線バスはナンバープレートが緑色で番号が M から始まっているのですぐ判別できバスステーションもある。ありがとうございます。